皆さんこんにちは。今回もスプラックスでプレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手からランダムに選抜して世界にたった一つだけのチームを作る。やるたびに完全に新しいチームが浅野拓磨、ベンゼマと、はい、ベンゼマレアルマドリードの選手ですね。もうフランス代表はね引退してますね。フランス代表のねセンターフォワードといえばジルーが思い浮かびますけど、ベンゼマもね、レアルマドリードで、まあね、アルゼンチンのイグアインに、スタメン争いで競り勝って、まあ、圧倒的な、ね、センターフォワードとして定着するぐらいの実力を持った選手ですね。ステータス的にはあまり恵まれてないですけど、ボールタッチとシュートで、点を取るタイプと。で、戦術理解が非常に高いですね。はい、韓国のストライカー、チリの選手、アルゼンチンの選手、はい、力ありますね。柏木がいますね。柏木、ユーティリティ性の高い中盤ですね。ディフェンスもできると。で、トップ下も機能するっていうね。はい。チリの選手。ベルギーのセンターバック。ポルトガルのサイドバックの選手。フットワークが高いですね。まあ、ここですかね。この辺、できますね。うん。ベルギーのウェルトンゲンが入ってますね。で、キーパー、アメリカの身体能力の高いキーパーが入ってます。で、控えがポルトガルのサイドバックの選手。フランスの、センターフォワードと、ラカゼットですかね。はい、ムロや、ドイツの選手。どうしようか。ムロや。この人、ストライカーできんのか。うん、どうしますかね、これ。まあ、こういう形もあるけど、ツーシャドウみたいなね。柏木、ウェルトンゲン。もう、これでいきますか。かなりね、単純な組み方してますけどね。まあ、この人右だな。はい。まあ、これで一回見てみますかね。ベンゼマ、このフォワードの形がね、ちょっと特徴的ですね。ベンゼマ、センターフォワードにして、ラカゼットと、浅野のツーシャドウですね。さあ、何が起こるか。相手はドイツ。はい。申し分ない相手ですけど。ちょっと強すぎるかな。そうですね、ここですね、今の朝の1対1のところね、勝負して、勝ちたいですね。ただ相手フンメルスなんで、まあね、誰がやってもフンメルスには勝てないんで、しょうがないですね。はい、レロイザネが、このね、ザネが要注意ですね。ちょっと、ニャブリも要注意。まあ大体要注意ですね。いやー、強いな。いや、はい。もうほぼ1点の形ですね。今ね、ニャブリ、ザネ、ヴェルナーと、ドイツのね、3トップですね。ここがね、もう、はい、ベンゼマのシュート、ノイアに防がれると。今のスピードね、持ってるセンターフォワード3人が、フォワード3人がね、ドイツの3センターバックを逆の面で支えるチームワークですね。いやー、かわされた。これ1点ですね。はい、レロイさんにはね、この恐怖がありますね。1対1で簡単にかわされちゃうっていうのは、柏木じゃちょっと不満なのか、ウェルトンゲンにした方がいいですかね。ちょっとね、やっぱりサネのサイドの方が怖いんで。頼む。よし。ちょっとクリアで。危ない。ベンゼマキープ。ここね、ちょっと危ないっす。はい、ウェルトンゲうまくブロックして、ポルトガルの選手、ボールキープ、ニコシュルツに1対1で勝負して、ベンゼマ、浅野、これはもう、ここでしょ。いやー、今ね、ノイアが飛び出してたんですけどね。はい、今ね、浅野、ラガゼットと、リュディガー・フンメルスの2対2でしたね。まあ、点はね、入んなくてもそこで勝負できる形には持っていきたいところですね。3センター悪くないですけどね、これ。うん。はい、これはさすがに1点です。ウェルトンゲンのシュートで1点。今ね、ズエル・フムルス・リュディガーに対して、浅野・ベンゼマ・ラカゼットの3対3で勝負してる形になってますね。で、浅野がやっぱりね、スピードあるんで、で、ベンゼマも足元あるんで、うまくね、コンビネーションで、はい、こういう形ですね。今のも完全にもう、崩しの不全形としてね、十分ですよね。はい。ベンゼマ・キープ。クロース周りでボール回してね、ここ、はい、もう完全に崩れましたね。いやー、最後。ラストパスがひどい。落としがひどいな、今の。はい。1-0 ですね。このフォーメーションうまく機能したと思いますね。で、変えるとするとなんかあるのかな。この人入れるぐらいか。ムルヤと交代か。ちょっとムルヤ変えますか。まあ、変えることもないのか。まぁ、ちょっと入れてみてどうなるか。
どうしようかな、ここ。まあね、一人、ディフェンシブミッドフィールダー出して中盤厚くしてっていうね、形もちょっとこのままいきますかね。いや、あとね、これもありますね、ちょっと。これちょっと逆、2トップにワンシャドウですね。ちょっとこれでやってみますか。これラカゼットがね、どういうポジショニング、まあ、中央でボールキープできる、ボールキープできるかというかね、フリーになれるかですね。あ、慣れてますね。はい。いや、これ意外といいかもしれない。あ、いいですね。こっちの方が効くのかな。いやー、今ね、もう、フリーですね。はい、柏木。チリの選手当てて落としてベンズマシュートと、はい、もう形はできてますけど、あとはねやっぱりノイアの網の目が破れないっていうね、浅野のミドルシュートですね。このノイアの強さっていうのがね、最後の最後でドイツをね勝利に導くと思いますけど、まああと、ノイア以外にもね、あの人いますね、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、ドイツのねゴールキーパー非常に人材豊富なんでね。さあクロスベンズマ、はい、今ほぼ1点みたいな感じですね。やばい、はい、行かれちゃいました。これがありますね、ドイツ。もう完全にカウンターの形ですね、ベルナー。まあね、日本代表も3バック取り組んでますけど、そのお手本のようなねサッカーしますね、ドイツは。新生ドイツはですね、シュート、はい、いいですね。今、ズール・フメルスと浅野がね、突き破って1点ですね。はい、ここは浅野がハイプレス行きます、リュリガーに対して。はい、これは奪えますね。はい、ここをうまく回して、ここでねベンゼマがボールキープ。今ね、まあ、3フォワードですね。ここがバランス感覚よく保ってますね。ベンゼマがかなり引いてくれて、真ん中空いてるな、これ。いや、はい、ねこの3バックですけど、今中央のね密集型の3トップが割と効いてますような気がしますね。はい、日本代表で言うと、まあ、大迫、中島、久保建英みたいなね、大迫は1トップの2シャドウ、中島、久保みたいな形だと思うんですけどね、3センターにかなり、まあ、勝負できてるというか効果的なのかもしれないですね。いやー、キミヒ強いな。はい、というわけで2-0ですね。内容的にはね決して悪くなかったですね。やっぱり最後ねノイアーが手強くてね、シュートは止められてましたけど、その前段階ですね、ベンゼマ、浅野、ラカゼット3人でズール、フンメルス、リュリガーのね、ここのフィルターラインは完全に破って、シュートね枠内にバンバン決定的な形で打てていたんで、完全に内容的には勝っていた内容ですね。はい、でクロース、キミヒ、たまにねキミヒがすごいね働くことあるんですけど、今回存在感かなり薄かったですね。まああんまりね中盤とかインサイドハーフ設定してないんで、そもそもマークする相手もよくいないみたいなね。一方でベンザマが引いて戻ってね、ここのクロース、キミヒの間に顔を出すみたいな、そういうプレーは散見されたんで、キミヒとしてはね後ろから下がってくるベンザマをマークすること難しいですからね。はい、まあ、かなりやれた感じですね。このフォーメーションいいかもしれませんね、ドイツに対して。はい、ドイツね、一応フォーメーション解説すると、3センターバックに、クロース、キミヒの真ん中、ミッドフィルダー2人ですので、ウィングバックニコ・シュルツと、テロケラーが2人いて、フォワードがニャブリ、レロイザーネ、ベルナーの、ね、スピードコンビと、スピードトリオですね。はい、で中盤にねスペースあるっていうのが非常に穴ですね。で特にクロースも守備タスクあまり担わないタイプなんで、キミヒがね、ドイツ代表の中盤を支えている感じなんですけど、ここのスペースでボールキープできると。でね、今回それをベンゼマがよくやってくれましたね。はい、でね、インサイドハーフですね。こっちのオフェンシブミッドフィルダーとかトップ下を設定すると、ここでボール持った時にキミヒのアプローチ、クロスのインターセプトの能力ね、これを受けてかなりボール持ちづらくなって、カウント食らっちゃったりとかすると思うんですけど、今回ね、もうオフェンシブミッドフィルダー0にして、ストライカーを2人か1人で配置してね、フォワード3人中央に密集させるっていう形を採用したので、中盤にね、キミヒがマークするべき選手がいなかったような状況になってましたね。はい、多分これがかなり効果的だったんだと思いますね。はい、で、まだボールね前に出ないことあるんですけど、今回もなんかみんなね積極的に戻ってくれて、浅野、ベンゼマあたりですね、はい、もう、ちゃんとねバイタルでボール受けれたんで、崩しの形もできてましたね。という感じですね。非常に
だからフォーメーションの機能としてはかなり良かったと思います。ドイツにこれ使えるかもしれませんね。はい。まあ、インサイドハーフ設定しないっていうのはね、まあ、フォーメーションメンバーの都合ですけどね、たまにこうやってハマることがあるのかもしれません。あと、まあ、サイドも効いてんのかな。多分ね、まあ、インサイドハーフ設定しないとリンクマンがいなくなるんで、ボールがね、中盤から前に出した時にカットされて、全然前に出ないようなことがあると思うんですけど、多分サイドミッドフィルターにするとまだスペースがあるんで、そこでサイドでボール起点になるのかなっていう、その印象もありますね。はい。多分その意味もあるのかもしれないですね。まあ、あと、まあ、ちょっとディフェンス面ですね。ここはやられてましたね、完全に。もう何回もね、サーネとベルナに3回ぐらいですか。もう、裏抜けされてね、1対1の形作られたんで、ちょっと、柏木もね、ディフェンス専門ではないんで、で、ベル、ベルギーのね、フェルトンゲン。まあ、この人もね、上手い選手ですけど、もうね、そこまで守備強いわけじゃないんでね、はい。ちょっとそこが課題残る形になりましたね。はい。というわけで、今回はサッカードイツ代表相手に2対0でした。また次回シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。